皆さんどうも、マキエです。今回はね、次回イベントのプロラボクラブの情報がまたね、新しく判明したってことで、それについてね、簡単に紹介とか、まああとね、タイトルとかサムネになると思うんだけど、次回のね、イベント形式についても話していこうかと。じゃあまずはね、今日新しく分かったことなんだけど、これだね。次回はマリン船長とペクラのペア。まあ昨日さ、シルエットみたいなのね、もうある程度分かってた人多いと思うんだけど、やっぱりこのペア来たわ。で、見た感じなんだけどね、多分この2人はね、ランクトルデッドから登場する感じになるかな。うん、で、昨日コメント欄でね、教えてくれたんだけど、ウルトラゼットはね、一旦お買いだけ確定してるらしいわ。もう一点のウルトラゼットはね、ちょっとまだ分かんない。スバルさんではないのかな。だからね、まだ分かんないって感じだから、まあ、今後次第だよね。だからとりあえず今回、ペクラとマリンのね、ペアが発表されて、まあどっちもね、技演出とかね、これ見えてさ、サムネとかにもしてるんだけど、めっちゃいいと思うわ。うん、まあ性能はね、まだ見た感じスキルとかは今回何も分かんないから、まあ完全にお楽しみって感じになるかな。うん。で、ここからがね、まあ今上じゃないわ、この動画のね、本題みたいなとこあるんだけど、まあ、昨日からね、ある程度判明してたというか、まあ分かってたことであるんだけど、もっと推し活特殊能力一覧っていうね、画面があるんだよね。これさ、まあ、推し活っていう新要素、前々で言ったらハートを送るみたいなのが、まあ、実質推し活みたいなさ、要素であったんだけど、今回からさ、前々でなかった特殊能力一覧っていうのがあるから、まあ、特殊能力が多分このね、推し活っていう、まあ、新形式ない新要素につくってわけなんだよね。でも、まあ、特殊能力がつくってなると、ワンチャンさ、新形式の可能性もあるじゃん。うん、運営さんね、やっぱホロライブで気合入ってると思うから、だからまあ、新形式までは行くかちょっとわかんないんだけど、まあ、新形式か、まあ、ワンチャンちょっとした新要素になるんじゃないかと。うん、でも特殊能力ってどんなのになるんだろうね。なんか、推し活でハート、なんか誰かキャラ決めて投げた時に、まあ2倍になるとか、何が2倍になるかわかんないけど、ポイントとかね。なんかそういう特殊能力を持ってるのか、まあ推し活のそのハートがね、めっちゃ集めやすくなるよっていう一覧のキャラなのか、まあいまいちわかんないけど、まあこれはね、新要素としてはね、間違いないんで、まあシンプルに楽しみだよね。で、またこういうのやるとさ、ミッションでレアショットゲットできるのミッションもね、ありそうだと思うから、まあこれは普通にシンプルに楽しみだね。新要素になるんじゃないかと。まあ、欲言えばちょっとね、新景色来てほしい。だって逆にこのまま行くと、まあ、前回ニャンタス不評なのはあるけど、今回は新景色来たらなんか良さそうな気がするし、まあ、わかんないけどね。だってこのままちょっと多分ゴルフ来ちゃうからさ、ゴルフ来るぐらいだったら、まあまだ新景色来た方がね、楽しめそうかなとはね、多分思うから、まあ、次回この推し活の新形式か、まあ、ゴルフだと思うからね、ちょっとこっちね、新形式の方来てくれたらいいんじゃないかなと。まあ、新要素来るだけね、嬉しいけどね。まあ、そんな感じかな、今回はね。まあ、みんなのさ、他にもさ、分かったこととかがあったらね、良ければコメ欄で教えてくればいいかなと思います。はい、というわけでね、今回は大事になります。良ければ、高評価とチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。